10月12日ドラフト会議候補者たちが続々と集結した。その訳とは。今からおよそ1時間ぐらいから1時間ぐらいかかって、合宿場に着きますんで。はい。候補者たちを乗せたマイクロバスが向かう先、そこは彼女たちの実力を底上げすべく用意されたレッスン場。29人一同での2泊3日レッスン合宿。ドラフト本番まで1ヶ月なので、頑張ろうと思います。精一杯やります。すごいワクワクしてるし、あと宿題とかも出されたから、それも活かせるように、なんて言うんだろう、活かして先生に褒められたい、褒められるって気持ち。前よりももっと成長してるところを見せたいと思います。うわー、負けた。いいこと言われた。ドキドキしています。でもなんか多分またいろんなことを教えてもらって、それを吸収、たくさん吸収して本番までに成長できるように、とにかく先生に言われたことをメモして全部吸収して持って帰りたいと思ってます。でも運動できないって、いつも文化部なんで合宿とか行ったことないです。すごい怖いです。ダンス全然できないんで、今めちゃくちゃ不安です。なんか友達と話してるときは全然普通に話せても、カメラとか向けられるとバクバクしてくれます。クラシックバレエ以外やったことがないので、ちゃんと踊れるのかが心配です。でも3日間でちゃんと克服して踊れるようになりたいなと思います。合宿2泊3日で心配。なんか真剣のレッスン受けてるんだ。ついていけるか分かんないから。いや、前回なんか注意されたから、それが治ってるか不安なので、ダンスとか歌も声が小さいって言われたので、もっと大きく出せるように頑張ります。候補者それぞれの不安と期待を乗せたバスは一路千葉県へ。そして出発からおよそ1時間、市街地から離れた合宿施設へと続く田舎道に出た。すごい、どこなんだろう。車内は緊張に包まれる。これから始まるのは単なるレッスンではない、ドラフト指名を得るための第一歩、すなわちチャンスをつかむための第一歩なのだ。筆記用具を持って301に行きましょう。着替えはまだしなくていいです。はい、じゃあ以上です。緊張、不安めっちゃ不安です。さっきまで全然緊張してないとか余裕こいてたんですけど、ちょっと緊張してきました。みんなが緊張してるのが分かるから、ちょっと自分も緊張します。候補者29人が待つホールに赴くのはAKB48 グループ総支配人、戸ヶ崎智信、今回の合宿の責任者である。おはようございます。おはようございます。今回の合宿で少しでもね、皆さんが成長できるようにということで企画をしました。2泊3日なので、正直すごくハードな内容になっています。石にかじりついてでもね、やるという気持ちで頑張ってください。はい、団体戦です。 AKB48 グループは今回の合宿では、その団体の中でどのようなパフォーマンスをするかと、いうことも、今回重要な、ね、課題として見ています。皆さんそれぞれ意識して、集団の中で自分の夢をどう追っていくかということはアピールしてください。はい、プレゼント選考になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。29人のドラフト候補者、それは同じ夢に向かう仲間。しかしその全員が必ず指名を受けるわけではないのだ。最初の授業は全員でのダンスレッスン。レッスン服に着替え、各自体をほぐす候補者たち。今回の合宿に寄せる思いはそれぞれに静かに燃えていた。
私これ応募する前がにもう二十歳になっちゃったんで19これがこの業界に入ることがすごい夢で、で私の中ではもう10代過ぎたらもう終わりだと、まあ、あるじゃないですかアイドルっていう年齢にはもう二十歳になったら諦めようって本当に思ってて、でもこのオーディションが18歳以上良くなってこれはチャンスだと思ってこれで受かんなかったらやめようって思ったんですけど、でいいチャンスをいただいてここまで来れたので、まあ、あと一歩頑張りたいと思います。やっぱり選んでもらいたいので、やっぱり先輩たちに かつ何だろう魅力というか何だろう自分にやっぱ他のドラフトメンバーよりもやっぱり目立ったものとかここが売りだよとかそういう魅力があって先輩たちにやっぱ勝っていって公演にも立ちたいし、いずれは選抜にも選んでもらえたので努力しかないんじゃないかなって本当に思いました。勝ちたいです。なんか私はの7年前の3期の最終で落ちてしまっているので、 AKB の方々は舞台の上でいろんな経験を積んできたと思うんですけど、私も一人で練習を積んできて努力をしてきたつもりなので、実るようにもう本当にラストチャンスだと思うので、そのもう今やるしかないなって思います。はい、先生が言われたこととか、あ次ここ自分で意識しようって思ったことをその次の回はできても、その次の次からできなくなったりすることがあるので、また戻ることのないようにできるようにしたいです。ずっと前からこうアイドルになりたいっていう思いが強かったの で今やっとそのチャンスをつかめる状態にいるので、もう本当にこれは逃せないなって。ご紹介お願いできますでしょうか。講師陣は正規メンバーたちに振り付けを行う第一線のプロ、そしてダンス課題曲に選ばれたのは難易度の高いリバー、つまり要求されるレベルはプロ級であるということ。今日2時間で全部覚えてもらいます。はい、で結構難しいし音も速い、はい、体力的にも結構きついと思います。なので必死についてきてください。はい、候補者たちにためらっている時間はない。まず最初、ポーズから入ります。でこれね三角じゃなくて、ピース作ってもらって重ねてください。チューンだからだから、そしたらこういう振りから入ります。つったかたかたたたた、手は右手から引いて出す、引いて出す、片方で引いて出す、引いて出す、次両方引いて鎖骨から動かして。候補者のダンス経験値は様々、しかし全員同じスタートラインに立たされる。これは想像以上に厳しい。リズムを取ることさえままならない者にとって振り付けのイロハで頭は混乱し、当然体は反応しない。予定された2時間はあっという間に過ぎた。そして今日の成果を披露し合う時間となった。覚えたばかりの振り付けに必死になるあまり、候補者たちの表情はただ固く、表現とは程遠い。しかし、そのことに誰も気づけなかった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ちょっとみんなこっち側に、やっぱりまだ全然足りないなってかというと、歌える人は歌ってほしいって言ったはずなんだけども、恥ずかしいのか、なんか私だけ歌ったらなんか変なのかなって思ってるのかわからないんだけど、でもそこでやっぱり戦わないと、綺麗に丁寧に踊る人がいくらでもいるんだもん。そうじゃなくてもみんながギラギラしたこうエネルギーが欲しいんだよね。もっ
出せる人は出してみたいなと、求められていることの意味は十分すぎるほどに理解できていた。できそう。できもう声出せばよくない。声出して。もっとさ、1週間くらい練習しないとね、今日できないこのままじゃ。短時間だな。スルスルやってたから簡単なのかなって思ってた。簡単なの？なんかすごい動きが綺麗だったから、なんか簡単なのかなって思ったら、すごい本当に難しくて。悔しい。いや、悔しいっていうか怖いっすよ。絶望しました、できなさ加減。表現できなくて、なんかすごいそこに意味がどかってしまう。歌は知ってるから表現できるけど、あまりできなくて、言われたことすぐ知ることができなかったので、なんか初めてやったからすごい緊張もあって、なんか足にちょっと負担がかかって、でなんか何て言うんだろう、結構きつかったです。はい、じゃあいただきます。いただきます。しかし若さ、夕食のメニューに笑顔がこぼれた。で、ダンスはできないのにお腹だけは一人前に減って、情けないですけど美味しいです。前回のフリーレンの時は泣いてしまう子がいたりとかしたんですよ。あとはできないって言ってこう表情に出てしまう子とかいたんですけど、今日はそれよりもさらに難しいリバーっていう振り付けだったにもかかわらず、誰も弱音を吐かなかったところが、表情にもそれが出てこなかったので、必死に食らいついてる感じはすごく感じました。この振り覚えって基本的にはその時覚えることが得意なことを、一日寝てとか一日置いてから、体に入れてくることまたそれぞれなので、まあ、リバー自体がもともと難しい曲なので、それで考えたら、まあ、今日の2時間で振りを、まあ、完璧に踊れてなくても、入れ終わることはできたっていうところは、まあ、頑張ったんじゃないかなとは思います。ここからどうやって勝ち上がっていくかっていう、もうリバーの歌詞そのものだと思うんで、その表現を、してくれるといいなと楽しみにしてます。一息ついた候補者たちの前に戸ヶ崎総支配人が立つ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1日目のレッスンは、以上となります。皆さんそれぞれ思うところは、ね、あると思うんですけど、この後自分と向き合って相談所に、ね、備えてください。で明日また1日、レッスンがあります。で、レッスンの前に、朝食前に、基礎レッスン、基礎体力トレーニングをします。集合時間は5時半、朝ね、5時半に1階ロビーにレッスン着を着て出てきてください。はい、以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後まだ近くの部分があるので、まだもうちょっと食堂にいてください。自分で起きるんですか？でもこの時間アラーム無理。一気に学校の、じゃあさ携帯のアラーム出てきた。そう、アラームと合宿初日を終えての感想を聞いた。もうなんか、なんて言うんだろう、なんか自分の考えの甘さとか、その2週間すごい自分なりに練習してきたんですけど、やっぱりこの場所に立っていざやってみると、全然なんか自分甘かったなって今日は思いました。反省の一日でした。ダンスやったことないんで、でもなんとなくリバーの振り付け、なんとなく雰囲気を覚えてたんですよ。でもなんか
思ってた以上になんか細かい動きとかが多くて全然ついてくなかったです。他の人を見てすごい教えてくださってるなっていうのは感じるんですけど、なんかやっぱりなんか踊られへん自分が嫌でどうしようかなと思います。もうちょい記憶力を鍛えとけばよかったなと思います。分からんかったら自分から聞きに行けば教えてくれるから分かりやすかったけど、進むのがないから自分がそれについていけてないからもっとついていかないとだなと。なんか一個一個はできるけどそのつなげるとできなくなっちゃうから、こうあれ以上難しかったもんどうしようと思いますもっと速いスピードで成長していかないと本当間に合わないっていうかダメだと思うし、すごい反省点があります。で今日このまた淳主練で振りは完璧に覚えて、それで歌う余裕も作んなきゃなって作って、明日は悔いがないように踊れるぐらいにしたいです。解散後の自由時間、ダンスレッスン室に候補者たちの姿があった。難関であるリバーの振り付けをどうしても習得したい、その思いは皆同じだった。合宿2日目早朝、ダンスレッスン室ではすでに自主練が始まっていた。あと30分でせめてサビ前ぐらいは覚えるようにしてくれ。ダンス指導の先生方による模範ダンス、その映像を繰り返し再生し自分の動きを確認する。とにかく覚えてしまうしかないのだ。日の出間もない10月の朝は少し肌寒い。頑張ろう。昨日よく眠れました？昨日はよく眠れなかったなんかみんな寝てるのにね、騒いでたんだよね騒いでたっていうか寝れないねって喋ってたら、うるさいって言われてめちゃくちゃばされたよね、うん、隣の、ね、女の子にこちゃばされました。昨日はちょっと寝れました？はい、寝れました。体はちゃんと休めれた？はい、いい具合に長すぎず短すぎずちゃんと動けるよ、多分。リバーはどうですか？もう体には難しいです、全然ついていける。早朝の有酸素運動、新鮮な空気は課題に追われる候補者たちの心をリフレッシュしてくれたようだった。よーい、スタート。さあみんな数えてあげよう。ズボン下がってくる。これは知らないわ。ちょっと待って、ズボン。体が
基礎体力トレーニングの後、朝食を済ませた候補者たちは4つの班に分かれて今日のレッスンに臨んだ。ここはボイスレッスン室。基本となる発声の仕方から講義は始まった。声帯はちゃんと全部こういうふうに閉じなきゃいけないんだけど、こういうふうに動いててね、前はもう閉じてまんまなんだけど、後ろがこういうふうに開いたり閉まったりしてて、好きなんやけど音外すし、いやいや。せーの。自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登る。あなたたちにテクニックを教えてるけど、全部積み重ねながらやってんだから、1個やったら1個忘れるってやめて、全部やっていくの。せーの。自転車注意されたことがあったので、もっと吸収力を高めるっていうふうに言われたので、そこも高めていきながら練習をしていきたいと思いました。もうすぐステージに立てるぐらいの技術が欲しいでしょ。だから今この言われたことにすぐ反応して、それがすぐできるようになってっていう、その吸収力をもうちょっと上げないとダメ。はいはい、個人差がすごいありますね。やっぱりちょっと意識がまだできてないっていうのは、まあしょうがないんでしょうけれども、笑顔とか、なんかそういう、声を出すことに対しての自分のそのプライドだったりとか、なんかそういうものはまだ全くない感じがしました。演技レッスンでは身体表現の基礎を学ぶ。もっとできるなるんだね。演技指導影山先生考案の直感的な表現力が試される即興演技課題。これがなかなか難しい。思うように意図を伝えられない。ハートの4、ハートの4、ハートの2です。難しいです。なんで必ずこうやってしゃがむ。自分が思ってやってることも相手から見たら違ったりするんですよ。だから本当それ言うのは演技の中ではいけないことだから、ちゃんと相手にも自分がしたいことがちゃんと伝えられるような、ちゃんと演技ができるように練習していきたい、はい、これから頑張っていきます。これ以上テンションないです。これ以上ない。これ以上ない。これ以上ない。今全然不吉祥に見えるけど、本当に面白いかもしれない。全部今のところ外してますからね。外し方大物な感じがします。繰り返しリバーが流れるダンス自習室。振り付けを体に染み込ませようと自分自身と向き合っていた。もうちょっと自分らしく踊れたらなと思って、っていうか自分が納得いくダンスをしたいなと思って、かっこよく曲に合った感じで言って、負けないぐらい頑張んなきゃですね。気づきはメモに残す。この合宿で習慣になった。なんか何回踊っても毎回ちょうどこの振りの時に先生たちの手本ではちゃんと下を向いてから上げるんですけど、いつもこうやって手抜きでそのまま顔やっちゃうんで、そこをとりあえずメモって後で自主練する時に覚えとくようにしておこうかなと。ダンスレッスン室ではレベルに応じた個別の指導が行われた。ドン、キー、
見ての目の前に。それでも埋まらない差はある。関係ない子もちゃんとできてるけど、できてるのに、なんで同じ条件のなんか私ができへんやろうなと思って、すごい悔しくて、あとはもう頑張って教えてくれはったから、あとは頑張って自分で頭に叩き込むしかないんで頑張ります。候補者がそれぞれの課題と向き合っていたその頃、午後の全体ダンスレッスンを受け持つメイン講師、牧野アンナ先生が到着した。少しマシになった。まだ今日は半人分かれて、一般にまでしか見てないので、ただ踊れる子たちが固まってるのが3班4班固まってます。そこを見ていないので、でもギリギリついてきてるみたいな。一応最後まで入れてる。はい、見ることは見れる。見てください。まだ後半メンバーがまだやってないんだよね、はい、今日、はい、アンナ先生が候補者たちの前に立つのは2週間ぶり。果たしてどう映るのか。ダンスできないから毎回失敗って、今ダメだと思ってね、今の自分のまんまじゃダメなんだって思ってる。でもやめたくない、よくわかんない。